みほとけチャンネル。どうもみほとけです。ナム。今日は愛知県豊橋市のでれんもみじ寺不問寺に来ています。すっごい見どころがたっぷりなので、今日はそれをご住職と一緒にディープご案内させていただきます。はい、それでは早速ご住職に会いに行きましょう。こんにちは。こんにちは。ご紹介します、不問寺ご住職の林さんです。どうも皆様こんにちは。豊橋のもみじ寺不問寺の住職の林義生です。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。私はですね、コラボで御朱印を作らせていただいたり、あとはもういろんな配信でねコラボさせていただいたりと、常々お世話になっております。こちらこそ。はい、今日はたっぷりご案内していただきます。はい、お願いいたします。でまあ、不問寺も開かれたのは今から1300年前という奈良時代に行基菩薩というお坊さんが、まあ、関東に行く途中にこの裏山に登ってみると、まあ、すごいいいとこじゃんというところで、ね、いいとこじゃん、いいとこじゃん、神奈川県民お修行してたら雲の上に観音様が乗って現れて、ここにお寺を建立するといいよっていうお告げを受け、はい、その仏様を彫刻されて、その不思議な出来事を聖武天皇に報告したところ、じゃあそこにお寺を建立しなさいっていうことで、まあ、不問寺が作られた。なので今日は動画の中で、はい、まあ、文化財の仏様も豊橋の中で一番多くの、はい、文化財の仏様も所蔵しておりますので、はい、まあ、普段は非公開となっておりますので、そんな魅力もちょっと皆様に伝わればなというふうに思っております。特別にご開帳していただき、ご開帳じゃないか、特別です。はい、はい、では今日はよろしくお願いします。はい、お願いいたします。まあ、今こちらが仁王門というお寺の入り口の門になっております。で真ん中船形山と書いてあるんですけれども、お寺には平地でも何々さん何々と山の名前がつくんですけれども、不問寺はこの山の裏山が船形山と船の底のような形をしているということで、船形山千行山不問寺ということで山の名前を額で記させていただいて、ちょっと見てもらうと形っていう字がちょっとね見慣れない文字なんですけども、じゃあ形って読めなかった。そう、読めないと思いますでこれ実は不問寺高野山真言宗ということで、その高野山を開かれた弘法大師空海お大師様が膨大な書物を書かれているわけなんですけども、その中から船と形と山っていう字を引っ張ってきて拡大コピーしてここに掲げさせてもらってます。そう、著作権ね、著作権が著作権もあるんだけど、まあちょっと許してもらおうかなって。だいぶ年数も経ってますし、はい、あのお大師様のやっぱお寺ですから、そう、はい、そんな形でまあこの形っていう字もちょっと見慣れないですけれども、お大師様の文字をここに記させていただいていると。まあお寺の入り口ということで、向かって右側が阿行で、左側が運行ということで、まあ、阿吽の呼吸の語源にもなってるんですけども、口をガッと開いている阿と、あとは、うんと口をつむっております。で、造高は約2メートルを超えるぐらいということで、結構大きいですね。で、筋骨隆々の形で、目には玉眼水晶がはめ込まれていて、まあ、内側、門の内側を向いて、悪いものが入ってこないようにというようなことで、で、これ、平成の頃に一度修復してるんですけども、その時に修復する時のご浄剤をいただくのにあたって、まあ、お写経、まあ、お経を書き写すお写経を皆様にご寄進いただいて、まあ、修復したんですけども、そのお写経がこの金剛力士さんのここら辺ぐらいまで入ってます。パンパンじゃないですか。そう、この中パンパン、お腹の中とあとここら辺ぐらいまでお写経がパンパンに詰まっていて、一応首をスポッと外せばお写経が出てくるということで、まさか満腹状態、満腹状態、もうなんならちょっと出ちゃいそうな、出ちゃいそうなぐらい、あ、12分目な感じで、そう入ってます。じゃあすごい皆さんのこう願いが、うん、込められている、込められている、その願いでこの寺をガンと守って、そう守っている、最強ガードマンですね。そうガードマン、だからよく一番最初のね仏様になるので、またご注目いただければと思います。そうですね、やっぱあの江戸時代の仁王像すごく個性的な像が私大好きで、特にあのすみません、あの乳首が好きなんです。ああ、乳首ね、すごい誇張表現といいますか力強くていいなって思います。結構お像によってもね本当に風呂ですよね、はい、ひまわりみたいなあ ありますよね。ひまわりが本当マーガレットみたいなのもあるし、そうそうそう、あるし、こちらはなんかこうダイヤル式な、うん、昔の金庫の感じ、はい、右に鉢を2回みたいな、そうそうそう、あとやっぱ玉眼がいいですね。ここまで大きく開いているとあのこう日が当たりがねいい場所に立っているので、もうギラギラと輝いてて、うん、かっこ
いいですね。で、お体の色もベンガラ色ということで、この色がベンガラ色っていうんですか、ね。もう少しね、修復した時は明るい色だったんですけども、今は年数が経ってきて、ずいぶん落ち着いた色になってますけど、いやでも顔も非常に力強い迫力のあるお客様です。はい、ではどうぞ中ですね、参道を、はい、いただきます。いやー、参道も綺麗ですね。そうですね、モミジは豊橋のモミジ寺というふうに言っていただいてまして、はい、まあ、こういうモミジも、ね、今青モミジが綺麗ですけれども、うん、11月の中旬、まあ、下旬ぐらいから12月の上旬ぐらい、はい、まあ、赤く色が染まってきます、はい。まあ、豊橋のモミジ寺、愛知県で一番遅く紅葉を楽しめるお寺ということで、紅葉の時期には賑わいますね。いやいや素晴らしいですよ、この江戸時代の仁王門とこの染まるもみじ、はい、そしてこの山のマイナスイオン全部楽しんでいただきたいです、ね。はい、ここ山の全部もみじなんで、あの紅葉の時期には非常に色が色づきますね。いいですね。はい、こちらは十王堂というお堂で、はい、今ちょっと修復に出ていただいてるんですけれども、はいはいはい、かつてはこの江戸時代の頃に建てられたもので、はい、中にお地蔵様とあと十王さん、あの閻魔様をお祭りしているお堂になります。で今はちょっと中の仏様を修復に行っていただいているので中はいらっしゃらないんですけれども、うん、まあ、こちらも小さいお堂ですけれども、うん、獣王さん、まあ、死後の世界の裁判官ではないですけれども、うん、その獣王さんをお祭りしている、その獣王さんがこう閻魔様が怖い、うん、地獄に落ちるとこんな人たちに裁かれるんだぞそうっていう怖さをまず体感してからのお寺に入ってきてもいいですね。これやっぱりね、三浦さんも言ってたけど、はい、地獄の怖さをもうちょっと伝えた方がいいじゃないかと三浦淳さんもそう地獄の怖さをそうですね、知って、まあ、修復が戻ってきたら、うん、もうたっぷりまずここで怯えるという。そうでもね、すごい可愛いんですよ、はい、こんぐらいの獣王さん、あの二頭身ぐらいのめちゃくちゃ可愛い、顔が大きくてそうめちゃくちゃ可愛い楽しみです。そう戻ってこられた際またそうそうぜひねまたねご紹介させていただきたいと思います。でここもね、はい、紅葉のもみじなんですけども、ここのもみじは非常に幹が太いということで、トンネルみたいに屋根がこうかかる感じがいい。はい、まあ、不文字がまあ国の重要文化財の仏様もそうなんですけども、はい、愛知県の文化財も多くてですね、豊橋のお寺の中では一番多くの文化財を所蔵しているということで、市内ナンバーワン文化財の数ですね、まあ、所蔵点数ということで、はい、仏像も非常にこの地域東海地方を代表する仏様が多くいらっしゃるんですけども、文化財保護の観点から普段は非公開という形になっております。今日はなかなか皆様にお目にかかっていただく機会が少ないですので、この動画を通じてその仏様の素晴らしさを知っていただければと思います。はい、ね、まあ、今見えてきましたね、はい、これが鐘楼門ということで江戸時代の建物になります。よくお寺に行くと鐘楼堂ということで鐘をゴーンと鳴らすお堂があるんですけれども、不文字はそのゴーンと鳴らす鐘を、まあ、釣っているお堂と門が一体になった形になっています。2階のところちょっと窓みたいになってるんですけど、はい、この奥に盆鐘が吊るしてありまして、はい、12月31日の日には座って鐘をゴーンとつくよという、まあ、珍しい形ですね。そうです、大体こう立ってこう引いてゴーンみたいなのが多いですけど、うん、座って、そうここは座ってで、まあ、こういう鐘楼堂と門が一体になった鐘楼門という形の中では豊橋で一番古い現存している建物になります。鐘楼門部門、そう鐘楼門部門現存、現存最高、うん、最高そういうのをちょっと入れていかないと入れていかないと、はい、飲んでいきましょう、はい、はい、早速この看板も、あ、そうそう、睨みを聞かせてますね。フォトスポットです、ね、フォトスポット、写真撮ってくださいと、はい、いうことでね、してるんですけども、はい、生で拝んだとしてもやっぱり背の高い方なので顔をこんな間近には見ることができませんので、こんなにビッグプリントされてさせていただくと、もうありがとうございますっていう、そうですね、ちょっと気に入ったせいを、はい、はい、はい、チーズで、中で御朱印を御嶽さんとコラボのご朱印がございますので、はいはい、そちらをちょっとご案内をお願いします。ちょっとまあその横が御朱印です。御朱印です。うわ、はい、にぎやか、いろいろありますね。たくさんあります。まあ、不文字が切江御朱印発祥のお寺ということで言っていただいておりまして、ね、はい、ここ重要ポイント、重要ポイントですね、重要、2016年12月31日からこの御朱印紙を手で切り抜くという形の切江御朱印ということで、高野山では、お寺さんに蓬莱といって切り紙が白く A4 ぐらいのサイズ紙にこう切り絵でこう縁起物がこう、うん、
掘られてて、そうですね、それがまあ蓬莱といって、まあ、高野山はあの山の上にあるということで、そういうしめ縄の材料、まあ、稲だとかそういったものが、まあ、なかなか近くで手に入りづらかったよということで、かつては絹にその絵刀を書いたりとか、まあ、おめでたいことぶきっていう文字を書いたりとかして、まあ、春絵絹っていうふうに言われてたんですけども、まあ、それが宝書紙を切り抜いて、飾る蓬莱というふうになりまして、はい、不文字の青年住職、私の父親が、その蓬莱を手でデザインナイフで切り抜いているというのを40年ぐらい前からやってて、どうする本山でやってらっしゃってて、そう、本山でやってる人がいて、それを見よう見まねで始めたということで、それを御朱印に落とし込んでみようっていうふうに始めたのが2016年ということで、はい、でそれの芸術のその創造のいろんなデザインが爆発して、はい、こんなでたくさんあるっていう芸術が爆発して2016年、まあ、日本で先駆けて切り絵で御朱印をするっていうのが、まずここがその仙台ご住職の芸術センスが発祥したというところで、そう、爆発して爆発して一番初めはもう文字を切り抜くっていうところから始まって、はいはいはい、まあ、12月の暮れだったので、お正月のまあおめでたい雰囲気ということで、赤い紙にことぶきっていう字を切り抜いたっていうところが始めなんですけども、で明竹さんのね、はい、コラボのご支援もまた後ほど、いろいろありますね。じゃあいろいろあるので一回こう中入って、はい、そうですね、改めてご紹介したいと思います、はい、じゃあどうぞ、はい、ではください。ありがとうございます。失礼します。はい、今こちら本堂に入ってきまして、てれーん、御朱印の数々をご覧ください。不文字さんは本当にいろんな御朱印を授与されてまして、これからご紹介するいろいろな仏様にちなんだ御朱印がある中でも、そうですね、御仏がコラボさせていただいております。ありがとうございます。はい、でなんと1年がかりで春夏秋冬季節ごとにお釈迦様の生涯を追いかけている、 そうですね、そのシーンを一つ一つ絵に落とし込みまして、はい、そこにご住職、仙台住職による仏教の言葉が入り、魂が入って御朱印授与ということになっております。はい、ありがとうございます。でも今すでに4月、7月、9月と来まして3種類出ておりまして、4月が誕生釈迦をモチーフに描いた天上天狗唯我独尊という生まれてすぐのお釈迦様の姿ですね。そしてこの切り絵御朱印は誕生ですね、はい、そして甘露、甘露、まあ、お釈迦様がお生まれになった時に、天の竜王がお釈迦様の誕生を祝って甘露の雨、甘い雨を降らしたよというところで甘露というふうに切り抜いております。はい、うわー素敵、はい、夏の時期で7月に授与させていただいたのが、はい、次は修行中のお釈迦様ということで、はい、ゴーマです ね、 そうですね、悪魔を退散させている、はい、そこに切り絵御朱印で修行と生老病死、このお釈迦様の手が床に触れているという、はい、この体勢を取ることで悪魔の誘惑に打ち勝ったという、なので、うん、あの金の字でも悪魔豪伏一切開くなかなか思い通りにいかないことばっかりだよっていうね、はい、次は悟りを開いた時のお釈迦様で、ね、悟りを開いて、それから説法を初めてするっていうので、うん、まあ、その通信を1枚に収めたっていうので、あと秋の時期だったので、はい、満月も描いていただいて、はい、はい、ガチリン、そうですね、ガチリン、真言宗的に言うとガチリン、ガチリンです、はい、こういう形の気持ちで悟り開いた時に、ね、パーって、まあ、まん丸なお月様のようなね、はい、穏やかなところと、そして切り絵御朱印がブッダはお釈迦様が悟りを開かれたということで、はい、まあ、ブッダと、はい、でまあ、お説法は、まあ、初めての お説法のこと、書店坊林というふうにも言うんですけれども、まあ、お説法をした場面ということだったら、説法という文字を切り抜いたというようなところになります。いやー、ありがとうございます。すごいです、これが1年がかりのプロジェクトで、こんなに素晴らしい御朱印を作らせていただけるなんて思ってもなかったし、一つ夢だったんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。叶いました。でこの御朱印のご浄剤、はい、まあ、皆様に求めていただいたご浄剤は、この後あの拝観に行っていただきます収蔵庫の仏様ですとか、まあ、ご本尊様、不問でたくさんの仏様いらっしゃいますけども、その仏様たちを修繕する時の、修繕の費用に充てさせていただく浄剤となりますので、御仏さんに書いていただいたこの絵を元にした御朱印のご浄剤が、まあ、将来の文化財だったり仏様の保護につながっていくというようなことでございます。わー、ありがとうございます。私もね、本当そういうことで何かお寺さんの力になりたいなっていうのを常々思ってて、やっぱ文化財の方を今いろいろな、ね、時代が変わってきて結構厳しかったりもする現実がある中で、はい、まあ、こういった可愛らしいイラストのご朱印をきっかけにでもいいですから、なんかあ、ちょっとお寺楽しそうだなって思ってもらえたら本望です、うん、
そうですね、やはりお寺が一つなくなるということはその地域の歴史もなくなるということであったり、そういう先人のいろいろな思いも、まあ、なくなってしまうということになりますので、いろいろな形で皆様にまずは知っていただいて、ご協力いただけるとありがたいなと思っております。はい、本当にぜひ皆さん、不文寺さん来てみた際はこちらの御朱印もチェックよろしくお願いします。はい、そして郵送も対応してください。そうですね、はい、はい、郵送の対応もしておりますので、お写経用紙を同封してお送りいたします。でそのお写経用紙書いてもらって返信いただきますと、毎月28日に5万のご祈祷を行っているんですが、その時にお名前を報読いたしましてご祈願いたします。でその様子はインスタライブと YouTube ライブでも配信しておりますので、うん、ご自宅からまあリモートで法要に参加していただくということも可能です。はい、本当の意味での御朱印をもらうっていうのができるんですよね。うん、農経ということでね、はい、まあ、御朱印はもともとそういうお経を書き写したものを納めてその証としていただくという意味合いがありますので、うん、まあ、なかなか不文寺まで来れないよという方でも、そういうまあ郵送ということを通じて、うん、まあ、ご縁をつないでいただくことができるかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、そしてこれから冬の、うん、はい、最後ですね、最後のイラストの御朱印と切り絵の御朱印が授与されまして、はい、この切り絵の方は説明した通り仙台住職が芸術が爆発し、はい、手切りでね、はい、手切りで全部手切りですよ、はい、もう1日何枚も出るものを手切りしていらっしゃるんですが、はい、次の11月から授与される手切りの切り絵御朱印が、はい、初公開ですね。てれー、はい、まあ、本当に、まあ、一番最後ですね、まあ、最後は涅槃、まあ、お釈迦様が亡くなられる場面を、まあ、御仏さんに描いていただくんですけども、はい、まさに釈迦如来、お釈迦様が悟りを開かれた一番最後のお姿ですね。先ほど、まあ、この後拝観いただきますお釈迦様もいらっしゃいますが、はい、その釈迦如来という仏様の名前をまず一つは切り抜こうかと思っております。はい、最後の締めですね。締めです。涅槃図はやっぱり、まあ、お釈迦様の最後っていうところで、古いものですと高野山には平安時代のものかな、うん、もう現存してたり、最後の締めをくくるにふさわしい、はい、ところかなとは思います。本当になので私も心して描かせていただきますし、はい、ますご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。はい、このようなイラストも全部ご指導ご鞭撻いただいて、しっかり仏教的な意味に遜色ないというかね、はい、沿わせていただいてますので、私がこう1年かけてお釈迦様の一生をこう描く中で、あ、お釈迦様は仏教を始めた人ってこういう風にやって仏教を開いていったんだなっていうのが伝えられたらいいかなと。うん、そうですね、思っております。という言われなんかも御朱印求めていただく説明のところにも入れさせてもらったりしてますし、まあ、御仏さんの手ぬぐいも共にお受けすることできますので。そうです、セットでね、手ぬぐいセットも。そう、そしてね、私がさっきから手に持ってるお念珠、はい、こちら不文寺の仙台住職が手作りしたお念珠ということで、はい、この木の部材がまず本堂の前にあります樹齢450年の杉の木、まあ、市の天然記念物の部材を使った念珠玉になっております。で、あとはこのカラフルな鍾馗の紐の色は、先ほど御仏さんに選んでいただいて、仙台住職がこの紐を編んで、はいはい、念珠を作っております。ここの穴を覗いていただきますと、御仏さんの生まれた年の干支守り本尊様を中に仏様の姿を見ることができるよということで、はい、まさに不文寺唯一無二の、お念珠ということで、またお寺巡りのお供に連れてっていただければと思います。ありがとうございます。バッチリ受け取りました。これいいです、全部不文寺メイドっていう。そう、不文寺メイド、そう、ね、不文寺メイドも一つ余すことなく、はい、しかもちゃんと由来があって450年の樹木のこの、そうですね、はい、だからなかなかね、大量に作れるものじゃないですから。そうですね、貴重ですね。はい、はい、ということで、てれーんっていう需要品のご紹介です。はい、だっててれーんってして、こんなにもうあるのにまだまだ不文寺さんには大黒天様だったり、ね、本尊様、はいはい、南如来、いろいろご神がねありますので、はい、ぜひとも皆様にご神を通じてお寺とご縁を結んでいただき、はい、そのご浄財を持ってお寺の仏様文化財を次の世代に伝えていく、そういうような活動で、していきたいと思っておりますので、はい、どうぞお願いいたします。お願いいたします。大事なんです、文化財を守るというのは大変なんです。てれーんっていうの、ね、皆さんの御朱印をぜひ彩ってみてください。切り絵御朱印発祥のお寺不文寺様の御朱印のご紹介でした。まず御仏さんの仏像モノマネでも採用いただいた、はい、高さは、背の高さは97センチと、もう少なくてですね、うん。